日常演舞食旅へようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら湖池屋のトルティアチップスに業務スーパーのクラシックフムスというものをつけて食べたいと思います。フムスというのはトルティーヤや中にでと書かれていますが、トルティーヤやパン、クラッカーにつけてと書かれていますが、一体何なのでしょうか。ごまとひよこ豆の加工品と書いていますね。これはどんなものなのかな。では開けてみますね。はい、こんな風になってます。これはどういうものなのかな。はい、それでは、確かにちょっと青っぽい気がしますが、はい、ではトルティアチップス登場。では結構塗りやすいな、すんなり塗ることができました。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。どんなって言われても青いというか、なんというか、なんとも言えない味だな、これは。思ったより豆の青さが強くて、簡単にごまはどこに入ってるのかわからなくて、ちょっと自分の中では苦手な味でしたね。まあ、まずくはないのですが、塗りやすいのですが、ちょっと変わり種の味を求める方にはおすすめですが、ですね。ただ、あまり馴染みのある味ではないので、ちょっと好みが分かれるかなということで、これは、こちらの点数とさせていただきます。それでは、青唐辛子、ダンスをするのや口半ば、っていう状況なんでしょうね、きっと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただき、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。